東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。岩井コスモ証券投資調査部国際課、小川浩一郎さんです。小川さん、こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、早速でございますが、今日も資料をたくさんいただいておりまして、そちらからお話しいただけますでしょうか。はい、まずですね、阪神タイガース日本一ということでありまして、はい、まあ、あのファンの方は大変喜んでいて、それ以外の方は大変うざい思い、何でもないですけれども、まあ1週間もすぐ終わると思うんですけれども、いや、みんな祝福してると思いますよ。翌年ですね、阪神タイガースが優勝した翌年の SP500 は大変よく上がるというアノマリーがありますので、ちょっとまずこれをご紹介ということでありまして、1950年以降ですけれどもね、1,2,3,4,5 回あるんですけ、あったんですけれども、翌年は平均すると 10% 強上がっているわけです。一番上がらなかったのが2004年ですね、はい、1年後ですから、これが 9% ということでありまして、一番上がったのが1963年ですね、38年ですけども、バッキーさんですかね、まあいいですけども、この時は 19% 上がっているということでありまして、来年のアメリカの株はよく上がると大いに期待ということでありますと、はい、ということであります。はい、わかりました。覚えておきたいと思います。ありがとうございます。はい。で、資料の方ですけれども、トリプルメリットで急反発。しかしながら、短期シクリカル、このリバウンドですね。気配がちょっと強いと。今日日本株もちょっと好状況ですし、時間外アメリカの株も下がっていると。ということでありますけれどもですね、バブルへゴーに向けた3つの条件とはということでありまして、その辺のことをちょっと考えてみたいということであります。はい、お願いします。はい、トリプルメリットですね、もうご案内の通りですけれども、3ついい材料があって、上がりましたと、国債の発行計画、特に10年債、30年債が市場総以下であったと、それから FOMC ですね、パウエル FRB 長が株とか、債券とか、為替も見てますよという話ですね、そして雇用統計 ISM、まあ、これはご案内の通りなんですけれども、でこの結果ですね、まずグラフの1つ目ですね、よかったですね、ブラックマンデーの再来は回避されましたと。危なかったですね、もうぴったりだったんですね、これ10日間ずらしたんですけど、多分ぴったりでうわっと思っていたらリバウンドしたと、ほっとしましたね、怖かったですね、そして次の、グラフの2ですけれども、これはアノマリーで途中まで当たっていたんですけれどもね、そこからドーンと下がったんですが、今戻ってきてちょうどいいところまで来ていますと、ここからは、年末ラリーの準備が整っているということでありますということであります、で、買い戻し誘発で大幅リバウンドながら節目で一服ということで、まずSP500 グラフの3の方から見ていただきますと、4400、100日移動平均のところでちょっと、昨日なんかも曲がっているわけですけれども、渋みをしかかっていると、そして10年債利回り、グラフの4ですと、これは 4.5% で、50日移動平均止まってしまっているということで、さらに言うならば、原油は、WTI が80ドル。で金は1オンス2000ドルのところで、やはりちょっとそれ以上はいかないということなんですよね、だから、買い戻しとか、自立反発という言葉はよく使われるわけですけれども、本当にそうなのかと、実は長期上昇トレンドのための3つの条件と、今から申し上げる3つの条件、これ全部クリアできればということで、それが一番の課題なんだということなんですけれども、景気に関してですね、まず先行き懸念で特にソフトランディング可能なのかということです。今後はですね、景気の先行指数、先行指標、センチメントなんかも厳しいですし、年末調整も相当厳しいものになるというようなこと、あるいは決算も総じていいんですけれども、先行きに関しては例えば EV 関係であるとかですね、あるいはその消費の一角なんかに関してちょっと厳しめのコメントも出ているということでありまして、これがどうなのかということですね、それから金融システム、これはアメリカの不動産、それから来年の債務の借り換えリスクのみならず、アメリカの国債の話もありますしね、タームプレミアム、だからここが本当に大丈夫なのかということ、それから私が一番気にしているのは、この景気と物価の連動性でありまして、今は悪いニュースがグッドニュースになるということで、その景気が悪い、やや弱ければ物価が落ち着くというような話になっているということでありまして、これが本当にそうなのかということでありましてね、グラフの5ページ、5のものですけれども、2000年以降の、これは ISM の製造業の景況指数とですね、物価を取っているんですけれども、おおむねご案内の通り、あるいはセオリー通りですね、理屈通り、景気に若干遅行してですね、物価の方は落ち着いていると。いうこと、動くということなんですけれども、この通りなんですけれども、問題は足元ちょっと、良くなっているわけですね、ISM とかの製造業とか、1つ目、から2つ目に、これ、よく過去の類比で言われるのが、1970年代から90年代ですね、ボルガさんがなる前の
あのバーンズさんですか、FRB の議長の時、はい、いわゆるスタグフレーションの時、これ全く逆で動いてるわけですよね。つまり、はい、あのいわゆるスタグフレーションで、コストプッシュのインフレで、当時はその石油ショックがあったりとか、あるいはあのベトナム戦争への介入に伴う財政の問題とか、あるいはあのドルの、金との打艦停止に伴うですね、はい、まあ、過剰流動性とかいろいろあったわけですけども、まあ、こうなってるわけですね。でこうならなければいいんですが、はい、あのここへ戻るんじゃないかというようなことも一部言われていてですね、ちょっとあの理屈の話を申し上げると、はい、その物価の決定要因はもちろん景気が需要要因としてあるわけですけれどもね、一方でそのコストプッシュの方でその資源価格であるとか、あの労働者のまあ人件費とかですね、はい、まあ、いろいろあるわけでして、その辺が本当に連動できるのかどうかというのがちょっと課題であって、これがそうならない場合にはですね、やはり厳しくなってしまうことも十分に考えなければいけないということだろうということなんですよね。はい、これちょっとですね、ごめんなさい、私のグラフの出し方が遅かったのであれなんですけど、はい、ちょっと2ページのところのもう一度ブラックマンデーとの再来の回避というところなんですが、はいはいはい、これちょっともう一回ちょっと、今グラフ出しておりますので、はいはいはい、ご説明いただいてもよろしいですか。はい、これですね、10日間こうずらしているんですね。はい、通常は1987年の10月の19日にあったと思うんですけども、で10日間ずらしましたところですね、はい、途中まで本当にピタッと来たんですね。ピタッとハウスだったんですよ。はいはい、ピタッとハウスですから、まあ、中国に行って、ね、中国語の勉強するはずが結婚して妊娠したっていう、はい、まあ、何でもいい、小島瑠璃子さんなんですかね、これは、まあ、どうでもいいんですけども、はい、こういうことになっていたんですけれどもね、はい、で本当によく似ていてですね、でその背景にあるのは金利の問題であるとか、あるいはその金融政策の話とかですね、そういう問題があったわけですけれども、それが途中からこう、離れてしまったと、下がらなかったということで、これはほっとして、もう少し言うとですね、こう下に向かっていって、その売り方が全員集合になりかかっていたんだよね、途中までは。その金利もそうですし、財政の問題も含めてですね、それがそのなくなったことによって、その売り方がこう撤収して、まあ、買い戻しになったと。はい、ただこれ S&P500 なんですけれども、ここ見ていくとやっぱりそのこれ先ほど申し上げた4500ポイントのところあたりで、やはり戻りが鈍くなっていると、いうような格好ですかね。これどうなんでしょう、その格好と比較しますと確かに今回、まあ上下に分かれている形にはなっているんですが、はい、この後っていうのはこれはもう完全にその連動しなくなったというふうに見ていいんですかね。この点だけを見るんであればですね、はい、これはもう純粋にテクニカル その株価の動きだけの話をしていますので、それであれば、まあ、ここからまた下がるとはちょっと言いづらいと、はい、このグラフチャートだけを見て言ってあればですよ。もちろんです、はい、というところなんですね。す、はい、わかりました。そしてごめんなさい、次のグラフ2のところなんですけども、はい、これもまあ、アノマリーのですね。そうなんですね、はい、クリスマスラリーのお話ありましたですよね。はい、途中までですね、この灰色の部分が過去3年間のものでありまして、はい、赤が今年のものなんですよね。で途中まではもう非常にこう同じ動きをしていて、あ、そうなるかと思ったらドーンと下がってしまったんですけれどもね、はい、赤い方が、その後急激に戻していて、今の水準というのはその灰色の水準とあまり変わらないところまで戻っていると、いうように考えるのであれば、ここからですね、はい、11月は十分に戻ることも、まあ、考えていいのではないかと、お、まあ、そういうようなことでありまして、はい、これはあくまでそのテクニカルに過ぎないんですけれども、重要なのはこれみんなこれ見てやってますので、そういう観点からするとその急落というようなそのグラフの位置の方で見るその急落というリスクは下がった一方で、リバウンドというのは続くということを、まあ、多くの市場関係者は、はい、まあ、ある程度意識しながら投資行動をなさるというふうに考えています。本当にこれ綺麗にあれですね、本当過去10年3年、まあ、今年という形でほぼ同じような動きなんですね、これね。そうなんですね、そうなんですね、はい、そういうふうに見ていますということです。分かりました。それからとごめんなさい、もう一つグラフの3のところなんですけども、はい、こちらはその先ほどもちらっとお話ありましたが、その100日移動平均線と、はい、これ S&P500 の4400ポイントですかね、これ意識した動きというところなんですが、はいはい、これはやはりこの4400ポイントを超えてくるとっていうところになるんですかね。そうですね、はい、株価がこう見られるとですね、8月安値のところ、それから、10月の高値ですかね、その辺がやはり4500ポイントぐらいでありまして、ここかなり意識された水準であり、今ちょうど100日移動平均のところがその辺にあるということでありまして、はい、
これはその投機筋がですね、どこまで打ってどこまで買い戻すかという話だと思うんですね。売れ言うても、まあ、思いっきり打っていってもですね、はい、ああ撤収だと踏み上げされる、いや、はい、買い戻しって言ってもある程度までしか戻らないんですね。それ以上になってくると、はい、いやもう一回売りに行こうかとか、もう一回買いに行こうかっていう、はい、その普通 の, その長期の投資家の方はこれあまり見なくてもいいと思うんですけれども、はい、その投機筋で短期でそのあの仕掛けをなさる方というのはどうしてもそれを意識しながらですね、うん、その周りがどういう行動を取るか、まあ、これ以上は戻らないだろうとか、その辺で言うと強く意識されて、はい、特にその株価の急騰急落局面におきましてはこの辺がよくそう機能するわけですね。あだから今回もやはりそこまで来ると、とで先ほど申し上げた国債 4.5% であるとかね、10年前とか、原油とかその金なんかもそういうようなところがあって、そこまで行くと、まあ、買い方もちょっと、あるいは買い戻しも一旦休憩になるということなのかなというふうに考えておりまして、ですから逆に言うと、ここを超えてくるんであればですね、本当の長期の、あるいは大きなお金がしっかりと入ってきているということで、安心感を持って買いに来るんだけれども、まあ、そこまでは今なっていない状況ですと。うん、ような格好ですかね、はい。まあ、でも先ほど一つ前のグラフにありますように、その年末までの値動き、このラリーになぞらえて、ね、はい、戻していくということであれば、4400ポイント超えてくるっていうことが期待できるってことなんですね。そうなんですね、でそのためには先ほど申し上げました、はい、1ページ目にある景気とか金融システムとか、はい、景気物価の連動性、まあ、この辺が安心感を伴ったものになればですね、はい、ご案内の通りその利上げ、最後の利上げから利下げまでのですね、期間は株価大変上がりやすいというのもありますし、でフェドに逆らうなと、まあ、当然こういうのもあるわけなので、はい、これが機能するわけですけれども、はい、その先ほどの長期上昇を止めるための3つの条件のこの 1,2,3 のどっかに引っかかってしまいますと、とてもそんなことは言えない、厳しい状況に陥りかねないということですので、利上げから利下げに転じるときというのも株上がりするんですけど、ただ一方で非常にその脆弱な状況でもあるわけですね、景気の問題であるとか、あるいは金融システムの問題、特にその利上げの効果というのは遅れて発言しますので、そのバランスシート調整的なこともあったりとか、で今回に関してはその景気が厳しくなるのであって物価がちゃんと落ち着くのかと、この辺がしっかりされるのであれば株式市場は本当に今からバブルみたいなことも十分にあるんだろうと、ただそうでなければということです。さらにもう一個言うとですね、多くの方が今やはり慎重に株式市場を見ています。先ほど申し上げた1番2番3番のところを強く意識して、ですので逆に言うとその人の行く裏に道ありではないですけれども、大きく上がる可能性もある。でもう一つ加えるんであれば、生成 AI、 今回の決算を通じて、生成 AI はどうもバズワードではなくて本物であると、それから多くの企業の決算が思っているよりははるかに良かったということを考えると、十分あるだろうと思っています。はい、わかりました、はい、大変参考になりました。どうもありがとうございました。はい、お願いします。ありがとうございました。